こんにちは、たまだいです。さて3分で答える Q&A コーナー、今回も始めてまいりたいなと思っております。今回の質問はですね、不採用通知に落ち込んでます、メンタルが保てません、何か解決方法はありますか、というものです。それでは3分間解説していきます。始めてまいりましょう。まずこの質問をいただいた方並びにですね、同じようなことで悩んでる方々に、すごく伝えたいこととしては、めっちゃ気持ちわかりますってことですね。僕もですね、学生時代就職浪人をしていました。つまりですね、周りが内定を取る中で1年目内定がゼロだったんですよね。自分は社会から必要とされてないんじゃないかとか、一体俺は何なんだとめちゃくちゃへこんだ時期がありました。実際ね、転職エージェントをなりわいとしていた時もですね、この不合格通知がたくさん重なることによって自分のメンタルの安定を保つことが難しいという悩みたくさん聞いてきました。まずこういった方に伝えたいことは、その辛さはあなただけじゃなくてみんななるものだから、自分はメンタルが弱いんだと、そういったネガティブな、解釈はしなくて大丈夫だよということをまずお伝えしたいなと思ってます。解決方法を探している時点で、この動画を見てくれている時点で、あなたはすごく前向きだし、僕は素晴らしいと思うので、ぜひ胸を張ってね、この動画を最後まで見て改善していってもらえたらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まずですね、解決方法を話す前に、大前提として不採用というのはあなたを否定してるわけじゃないよということをお伝えしておきます。ここからは人事としての視点でお話しすると、不採用というのは相性とかタイミングの問題でしかないです。たまたま今回のポジションで求めているものと合わなかった、今回のポジションがあるチームと合わなかった、ただそれだけのことなんですよ。あなたを評価してダメなやつだと品定めしているわけじゃなくて、あくまで相性を見てるだけなんだよということを大前提として理解してください。じゃあその上でどうやって、気持ちはへこむものだと思うので、これを切り替えていくのか、詳しくはですね、こちらの動画を見てもらえるとより詳しくは分かるんですけれども、この動画ではもうちょっと具体的な転職によった話をしていけたらなと思ってます。まず先ほどサムネを出した、動画でもですね、お話してますが、ネガティブが発生するプロセスには事実の領域と解釈の領域というものがあります。そしてネガティブそのものはですね、あなたの解釈が生み出しているものですと。不合格とか不採用という事実に対して、自分はダメなやつだと評価されたとか、社会から必要されてないんだと感じるのはあなたのこれ解釈なんですよ。そして解釈っていうのはある種事実じゃないわけですから、あなたの妄想だとも言えます。先ほどお伝えしたように、面接というのはお見合いの場であり、相性を見る場なので、あなたがいい悪いを判断してないわけですから、自分はダメなやつだと評価されたとか、それはですね、完全にあなたの被害妄想と言えます。ここまで聞くとね、いや本当に思ってるかもしんないじゃんって思われる方もいるかと思います。ただ解釈って確かめようがないんですよ。相手の頭や心の中の世界なので確かめること無理なんですよ。妄想の可能性が高い、かつ確かめることができない、そこについて考えることって正直無駄なんですよね。その時間をむしろ反省とか改善に投資して未来につなげる方が全然建設的だと僕は思います。ただ稀にね、めっちゃ悪い選考官っていたりするんですよ。すっごい見下してきたり、適当な対応をしたり、もう本当最低なゴミ面接官って本当にたまにいます。それ本当に傷つきますよね。わかります。それはそんな時はこう考えてください。そいつはあなたの人生にとってどれくらい重要な存在なんでしょうか。また会う可能性ってありますか。会ったとして仲良くなりたい人ですか。きっとあなたの未来にとってそいつって多分ほとんど関与しない人で、もう会う可能性もほとんどなくて、会っても正直仲良くなりたくない人だと思うんですよ。じゃあそいつのね、その態度であなたが今ね辛くなる意味ってどれぐらいあるんでしょうか。正直時間もったいないですよ。あなたにとってどうでもいい人のためにですね、こう思い悩む必要なんてないんですよ。そんな時間があったらあなたが大切に思う人のために思い悩んであげてほしいなと思います。いろいろ話しましたが、ちゃんとね、こう事実と解釈を切り分けて、悩むべきところに時間とエネルギーを割いてほしい。ちゃんと目の前のことに誠実に向き合ってれば絶対いい結果はついてきます。そしたらそれまでの不合格通知とかも全部その結果のために必要なことだったんだなと思えるはずです。大丈夫です。この動画を見て改善しようとしている時点であなたは勝ってます。あなたはすげえ素晴らしい。応援してます。ではまた。